高校生の時、自分はものづくりが好きで工業高校に入りました。でバイクとかあと車とかが大好きだったので、機械科に行ってエンジンの詳しいこととかを学んで、であと高校2年生の時、結構変わっていったんですけど、友達と一緒に福岡レゲエ魂という夏フェスに、で福岡レゲエ魂という、レゲエフェスティバルに友達と遊び行って、そしたら福岡のアーティスト、あと長崎のアーティストが地元の歌、ローカルソングを歌ってたのと、あと友達の歌、家族の歌を歌って、で会場をめちゃくちゃ盛り上げてたので、めちゃくちゃもう自分はこれにしようと、もう自分の夢はミュージシャンだと思って、でそこからいろいろと自分で作詞作曲もするし、あとちょっと人前で歌ってみたりもするしってことを挑戦していきました。でそして高校3年生、自分は畳屋の長男ではあるんですけど、全然もうする気なくて、なので音楽学校に進学をするか、もしくは就職をするかっていうふうに悩んで、で自分は就職っていう選択肢をしたんですけど、就職をして働きながらやろうって決めました、音楽活動を。でそれで畳って言えば本当古臭いので自分全然興味なくて、でそれやったら伝統よりかは最先端のものに憧れてたので、半導体関連メーカーに入社をしたんです。そうなんです。本当これから LED が出てくるとか、あとスマートフォンが普及してくるって言われてた時なので、半導体関連メーカーがいいかなと思っていろいろと見て、でしかも東証一部上場だったので安泰かなと思って入ったんですよね。でもなんか社会っていうのはなんか難しいなと思って、ちょうどその頃2009年リーマンショックなんですよね。でその頃にリーマンショックがあって、なかなか時間も取れないし、で新入社員ですけどお金がそんなにもらえないので、音楽にかける費用が全然なくて、でもう何しようかなと思って、であと先輩とか上司とかがよく言ってたんですけど、徳田君みたいな18歳の時あんなことしとけばよかったとか、好きなことしとけば、趣味とかもっと広げとけばよかったみたいに言ってたんですけど、なんかその人たちを見てこんな大人にはなりたくないなって思ったんですよね。でなりたくないなと思ったし、あと人生に悔いが残るのはもう絶対嫌なので、もう1年で退職しますってもう上司に言って、それやったらしゃあないねみたいな言われて、でそれでその会社は1年で退職をして、でその次に音楽学校に通いたいなと思ったので、博多にあるボーカルスクールに通い始めました。でそれで、通うまでにはちょっとあって、派遣会社に入って100万円っていう資金を貯めて、それで入ろうと思ったので1年間頑張って派遣会社で働いて、で1年限定なので100万円という目標で、目標を達成して200万円という目標を達成して、でそれでその資金のもと音楽学校に入りました。でそれから音楽学校に入ってライブ活動もしつつで、毎月大手レコード会社とか大手芸能事務所のオーディションがあるので、それを受けたり、あとライブ活動バンバンやってたんですけど、なかなかうまくいかず、やっぱその芸能っていう壁は結構高いんだなと思って、で結構挫折をして、で悩んでたんですよね。でそれで東京から来る先生、講師の先生がいて、でその人とミーティングする機会があって、でミーティング、以前からお世話になってたので、自分は小学校の頃からずっと続けてることがあって、お世話になった人に畳の敷物をプレゼントをするっていうのを決めてるんですよね。なので今日もちょっと持ってきたんですけど、こういった畳の敷物をお世話になった人に感謝の気持ちであげるっていうことをやって、そしたらその先生、自分が畳屋っていうことを知らないので、あなた畳屋なのっていうことで聞かれて、はい畳屋ですってことを言って、なんであなた畳屋ならないのっていう感じで言うんですよね。で自分は本当畳はこれから減っていくし、で不動産の物件の賃貸によっても畳の部屋がないので将来性がないのかなみたいな思っているので、自分は畳は絶対ならないんですって言ってるんですけど、畳みかけるようにもう絶対畳の需要が増えて畳の時代が到来するから、絶対もう明日にでもいいから継ぎなさいと言うんですけど、もう全然もうやる気ないので、いやいや先生ちょっと待ってくださいよと言ったんですけど、もうバンバン来るんですよね。もう自分の倍以上で畳みかけてくるんですよね。なのでもうこれ困ったなと思って、あとまた30分間のミーティングしかなかったので、これはどうするかなとめちゃくちゃ考えて、次の人のミーティングが入ってたので、その人に頭下げて、すみません30分間ちょっと延長またお願いしますって言って頭下げて1時間にしてもらって、でずっとこの畳はなりなさい、なりたくないっていうのをずっと掛け合いをして、まあはたから見るとどんな感じかっていう、なんか結構想像できたりできなかったりするかもしれないんですけど、そういうのをずっとやり取りをして、けどやっぱ1時間じゃ足りなくて、なのでやっぱまあ今日のミーティングでちょっと終わらそうかなって思ってきて、分かりました先生になりますってことで一旦そこで終了をして、で先生的にはもう納得したように笑顔で送り出してくれたんですけど、自分は全然納得いかず、けどいろいろとずっと考えて、で最後に先生が言ったのが、畳の歌をあなた作りなさいと、そしたら人のためにもなるから、世の中のためにもなるから、あなたは畳業界がダメって言うならその歌を作って盛り上げなさいと言ってくれたのがずっと頭にあって、でずっと畳の歌って何かなと思って、今までは家族の歌とか友達の歌とかラブソングとか作ってたんですけど、畳の歌って何かなとずっと考えて、畳の歌家業が畳屋やけんなんか作ってみようかなみたいな思って、で父とかおじいちゃんとか畳はならないって言ってるので、その2人には聞かずネットと本で畳のことを調べて、で調べて1曲作ってみました。でそれでちょうど1週間後にライブが決まってたので、そこでちょっと歌ってみようかなと、試しに歌ってみようかなってことで作って、でその曲を披露したらめちゃくちゃ反応が良くてですね、もうこの曲は面白いとか、畳の歌でなんかちょっと笑顔になったとか、子供も楽しみよったとか、ちょっと口ずさめよったみたいなことを言ったので、これは人のためになるなと思って、なので今日はちょっと持ってきましたので、よかったら聴いてください。それではお願いします。この楽曲「愛され畳」OK 今日は赤い畳の上で歌います。 Listen 日本の畳は奈良時代から受け継がれ、今も人々に愛されています。あなたの家には緑の畳ありますか？1枚でいいから本当におすすめします。最近どこの家も和室が少ないな。畳屋さんこの先不安で心配で心配で心配で、畳は素晴らしいんだってことを伝えたくて、 OK 今日はテデックス博多に歌いに来ました。よかったら皆さん手を挙げて Put your hands up。 戦の匂いが漂う、昔から伝わってきた日本の文化をもっともっと知っておくれ。今日もいい気持ち、春夏秋冬ずっとずっと、赤ちゃんから大人まで愛され畳。ありがとうございます。ありがとうございます。このような感じでもうすごくもう会場が沸いて、これは畳の歌で人を喜ばせることができるんやったら、これは自分にしかできんなと思って、それから次の畳の楽曲とかを作って、でそれでもうまた反応が良くて、もうこれで生きていこうと思って、父にまたおじいちゃんに言って畳は継ぎますって言ってやりました。ありがとうございます。で、そして次に挑戦なんですけど、挑戦っていうとなかなかちょっと難しかったりもするかもしれないんですけど、自分は大きな挑戦があんまりできなくて、どちらかというと小さな挑戦をたくさんやってます。それは何かっていうと、今日も身につけてるんですけど、畳って書いた帽子とか、あと畳のネクタイ、ちょっと楽屋にあるんですけど、畳のバッグ、あと畳の財布、それを一つずつ、物を増やしていって、で、そして誰かにお会いしたときに、こんにちはって言うと、あ、畳やんとか、面白いねとか言われるので、それで、あ、これは人に受けるんだっていうことを、小さな挑戦を繰り返して、大きな成功へと一歩一歩進んでいくようにしているので、挑戦っていうことは、もう自分は大きな挑戦じゃなく、小さな挑戦を続けるようにしてます。で、そしてこの小さな挑戦をしていくと、最近は事務所が決まって、お笑いが強いエンタメの会社に所属をしたりとか、そうやっていろんな挑戦をしていくことで掴むことができることもあるんだなって最近は実感しています。そして自分次第で全ては変わると自分はずっと思ってます。他の人からいただいたアイディアでもやるかやらないかで変わるし、あと挑戦をするかしないかで変わってくるので、自分次第で物事を考えていろいろと考えてやると全て変わってくるんだなって思ってずっとやってます。なので皆さんも他人からいただいたアイディアでも人生が変わるかもしれないので、皆さんぜひいろいろと挑戦したり、アイディアを自分のものにしたりして頑張っていただけたらなと思います。そして最後に自分の代表曲を歌わせて終わりにしたいと思います。それでは聴いてください。 TATAMI。 OK、 今日はありがとうございました。よかったら皆さんクラップヘッズ、手を叩いて OK。 めちゃくちゃいい感じ見えてます。 OK、 TATAMI 畳。 TATAMI 畳。 Everybody singing TATAMI 畳。TATAMI 畳。みんなで一緒に TATAMI 畳。皆さんどうもこんにちは。俺が噂のアーティスト、実家が畳、襖やどこ探してもノーマーク。 MC 畳マジをチェック、君だけに言っとく。張り替えるなら今すぐ即テルミ。畳、襖はもちろん精進網戸、標文にクロス。何でもまずは相談、その後に検討お任せください。フリーダイヤルも完備、対応は親切丁寧に。100年以上続くストーリー、それが俺のマイホーミー。 TATAMI 畳。後ろの人も TATAMI 畳。みんなで一緒に TATAMI 畳。 OK、 TATAMI 畳。OK、 めちゃくちゃいい感じ。手で草方最高です。このライブ今しか味わえない、そんな感じ。明日はない、その次もない、だから楽しもう。 It's a party。 畳は英語で書いても畳、世界で愛される間違いない。俺がもっと広めるぜ、虹かけて。Hey、 皆さん調子どう？乗ってる今日のダンスホール、今宵は男女の混合。遊ぼう、飲み明かそう。ドリンク、アルコール、エナジー、運動は最後。よっしゃ叫べ、Let's dancing。 TATAMI 畳。 Everybody singing TATAMI 畳。TATAMI 畳。みんなで一緒に TATAMI 畳。あと4回。 TATAMI 畳。みんなで歌って TATAMI 畳。 TATAMI 畳。ラストはみんなで TATAMI 畳。ありがとうございました。畳やラッパー MC 畳でした。またどこかで会いましょう。ありがとうございます。